故郷での嫌がらせってなんだろうね。表だけの裏を見てください。どういうことなんですかね。この裏に何かあるってことですかね。この裏は何もないと思うけどな。あれですかね、あの、あ、多分ここですね。今日はありがとうね。また気持ちよかったよ。おっちゃん、うわ喧嘩難しい。お疲れ様です。え、これおっちゃん書いてるんですか。ああ、これはね、僕の弟子が書いてる。おっちゃん、はい、これをね、今日いろいろ遊んどったんです。ホテルとか。あー、ホテルね、よかったわ。なに。あ、でもここなんか絵が結構ありますね。絵がね、すごい絵が。そうですね、これなんか素晴らしいよね。ね、うわ、千羽鶴が、ほら、おっちゃん。あ、お前じゃここの千羽鶴なんだろうな。ねえ、もう最近になってやっぱり栄えてきたんですかね、この辺。そうやね、これが僕の職場です。え、どこ。ここ、ここ おっちゃんがここで ギターっていうか絵を。ギターとか。え、どここ、ここで真ん中で。真ん中で。マジで大丈夫。演じのイベント、ギリのイベントだから。ああ、なるほど。呼ばれとる、参加していいよみたいな。これね、これはみんな障害者の。あ、書いた。人たちがこう書いて売ったりする。ええー、すごい。ね。ありがとうございます。あれじゃない。え？あのベッティの勤め先だったじゃん。ベッティ。ベッティ。ベッティって言うんですか。女のベッティ。これに。いきます。どうかな、これ。大丈夫だ、問題ない。難しいな。いいですね。欲しいな、これな。これきついな。なかなかいい感じですね。そうだね。なんかありますね。あ、あるね。こっち知っとんですよね。うん、と、うん、知ってますよ。この辺、あ、ここ若じゃ。どういうことなんですか。 常に若く、まあ、生まれ変わるようかな。ほう。そういうじゃん。前はお母さんを大切にみたいに書いてあったけど、変わってるね。通行禁止道路通行、え、これどういう意味なんですかね。道路通行許可証だけど、故郷での嫌がらせってなんだろうね。どこですかね。ん、今でも。あ、そのことじゃないですかね。ああ。これが一つで、こっちがお供え物を撮ったのかな、うん、あ、お供え物を。この写真によるとね、ここでしょ。はい、こういうものを持ってっちゃったのちゃんとこれも撮ったんだろう、これカメラでさ。そうだね、うん、これがなんか危害を加えたんでしょう。この合同会会長だって。あ、この人知ってるかもしれないです。この人被疑者、被害者。この人知ってるかもしれないです。91年の若いね。お騒がせして申し訳ございません。結果的にはこれがあって、とても裏も詐欺でも裏も、表だけの裏を見てください。どういうことなんですかね。この裏に何かあるってことですかね。この裏は何もないと思うけどな。ちょっと気になりますね。ちょっと裏行ってみます。行けるのかな。あるんかな。こう上がって中に入れるとかじゃないかな。あれですかね、あの、あ、多分ここっすね。多分ここっす。普通の駐車場っすからね。うわ、
を入れてくれないってことだね。三通の。なぜ車を止めること。よくわからんけど、実家に入れなかったいうことを書いてあるけど。はい、こちらありがとうございます。ありがとうございました。多分ね、僕が思うに簡単なまとめですけど、要は出口がないかもしれないです。あ、全部駐車場でも塞がれとって、その普通にこういう感じの出口がない。出口がなんかない。ないんですよ。要はちょっと、要はもうこれ出たらこういう道じゃなくて、もう駐車場があるから逆に。だから、まあ、出れるけどなんか人の土地というかね。そうだね。だから。いうことで、さっきも書いとったように、なんていうの、塞がれてるとか。ああ、そうだ。そうなんですね。さすが岡大将。いやいやいや。で、やっぱ、なんかね、いろいろあるんでしょ。あるんでしょ。だから本当はあそこに何も立ってほしくない。あの通行許可って、多分ここを通ってもいいかっていう通行許可じゃないですか。人の敷地内っていうか、まあ、駐車場ですけど。普通はいいと思うけど、なんかいろいろあるから、やっぱり入るなって言われて、あそこも持ち主なんだ。そう、入るなって言われてて、でもそのやっぱ生活の面ではやっぱ通らないとダメじゃないですか。でそれを通行許可のあれをやっても多分ダメで、で逆に通行禁止のあれを出されたら戻れないと。そう、なんか車椅子かなんか。そうですね、いうことじゃないですかね。ね、なんか真相が分かって、ただね、でまたお供え物盗んだりする人がおったんで、それ合わせて多分怒りをぶつけとんじゃないですか。そうだね、ね、どうしようもないご近所のね、おっちゃんもいろいろあるじゃないですかね。そうだね。どうします、ここでぶちまけてもいいですよ。いやいや、この魔法のステッキで、魔法のステッキで成敗してやるありがとうございます。いうわけでね、おっちゃんもちょいちょい出るんで、はい、ね、おっちゃんいつもどこにいますかね。会いたい、おっちゃんに会いたい言うたら、のどの橋いう、ステージと花時計がある西側緑道公園、緑道公園の分かりやすく言えば柳川交番ですか、かな、うん、このちょっと小屋みたいな、小屋じゃなきゃ小屋です、ね、小屋ですよ、はい、ありがとうございます。じゃあ桃太郎踊りから入って、はい、南で入って1本目の信号のところです、はい、差し入れ大歓迎、あ、差し入れ大歓迎、お布施大歓迎綺麗に行きますねというわけでね、こちらよろしくお願いします、はい、またね、また、はい、ありがとう、いっちゃん、いやいや、大丈夫です、恥ずかしいな帰りましょうかね、うん、はい。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。